アポロケンタッキーは日本の競争場、シュボバ。主な勝ち倉は2016年の東京大賞店、宮古ステークス2017年の日本テレビ坂月。2014年10月11日、京都競馬場の神話戦に和田隆二が起乗してデビューし2着。以降、2000芝の競争に出走するも勝ち上がることはできなかった。 初のダートとなる未勝利戦ではクルーガーに一馬進さんの二着となり、ダート二戦目で後方に馬身離して初勝利を挙げた。昇級二戦目の五百万円以下で勝ち上がると、オープン競争の清流ステークスに出走した。夏休みを挟んで10月のな滝特別で復帰し、再度芝に挑戦するものの10着に敗退。ダートに戻り、1000万円以下を勝利し、 小級初戦となる番州ステークスでは、モズライジンに花さ及ばず2着となった。コバとなり、初戦の2月のカネイヒズメステークスで1番人気に押され、センチュリオンに4馬身離して勝利し、オープン昇格を果たした。その後、1番人気に押されて、ニガーステークスとブリリアントステークスを連勝。重賞初挑戦となるシリウスステークスでは、4番人気に、 支持されて優勝したマスクゾロとタイム差なしの3着に敗れた。一番人気に押されたブラジルカップでは8着に敗れるも、宮コステークスでは中断でレースを進め、直線で一気に先頭に立つと外から足を伸ばしてきた一番人気グレンツェントの追撃を振り切り重傷発制覇。続くチャンピオンズカップで5着と力を示し、返す刀で年末の東京大象展において、 アオーディー以下 G1 バロク等を一周し、GI 初制覇を果たした。3月25日、初の海外遠征となったドバイワールドカップは9着に敗れた。帰国後の帝王賞でも5着に敗れたものの、続く日本テレビ杯では、サウンドトゥルー、ケイティブレイブ、モーニンとの叩き合いを制して、重賞3勝目を飾る。しかしその後は、JBC クラシック8着。 チャンピオンズカップは、当日に、右前詞加工で出走取り消し、連覇を目指した暮れの東京大賞展でも4着に、敗れた。2018年の初戦となった川崎記念では、ケイティブレイブの2着に入り、続く、ダイオライト記念では、ケイティブレイブと共に一番以の支持を集めての2着と、復調気配を見せたが、自走の帝王賞で7着に敗退。その後は、 船橋競馬場でのレースでは3着以内に入るものの、他では惨敗という競馬が続いた。2019年9月23日の日本テレビ杯では、実況が歩くようにゴールとアナウンスするほどの大差の再開に敗れ、船橋競馬場で初めて馬券圏内を外してしまった。このレースを最後に9月27日付で競争馬登録を抹消。引退後は、 レックススタッドで、種ボバとなる。2017年1月13日、東京対象店での検体検査によって、規制薬物である、小塩鎮痛剤が検出され、裁定委員会が設けられたが、競馬法に定められた、禁止薬物とは異なり、競争能力への影響はないため、地獄失格の対象とはならない。馬体重 570kg 台での出走も、あるほどの巨漢馬であり、 特に2016年の東京大賞店優勝時の馬体重 565kg は菱明けぼのが保持する JRAGI 優勝馬史上最高馬体重の記録 560kg を上回る数字となっている。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ABCDEFGHIJKLMNO アポロケンタッキージャビスサーチ www.jbis.or.jp2021 年5月4日閲覧。競馬、競走馬情報。アポロケンタッキー2017年6月12日、閲覧。ab、アポロケンタッキー号が、競走馬登録抹消。日本中央競馬会。2019年9月27日閲覧。 ールサラ系2歳新馬2014年10月11日4回、京都1日、ジャビスサーチ。www.jbis.or.jp。2021年5月4日閲覧、らん。ab にルサラ系2歳未勝利2014年11月22日5回、京都5日、ジャビスサーチ。www.jbis.or.jp。 2021年5月4日閲覧。金ひずめ S、アポロケンタッキーが直線突き抜ける、競馬実況ウェブラジオ日経。www.radionikkei.jp。2021年5月4日閲覧。シリウス S、マスクゾロいったもん勝ち。3連勝で重賞発制覇。 www.sponichi.co.jp2021 年5月4日閲覧アポロケンタッキーが接戦を制止重症発生派ミヤ SNETKEIBA.com2016 年12月29日閲覧アポロケンタッキーが人気2等を下し GI 発生派東京大賞店 oenetkeiba.com 2016年12月29日閲覧東京対象点優勝のアポロケンタッキーに既成薬物検出競争能力への影響なく自己失格の対象外アポロケンタッキーがスタッドイングマ産地ニュース競争場のふるさと案内所 u m a f u r u s a t o c o m 2 0 2 1年5月4日閲覧 アポロケンタッキーの競争成績、競争場データ、netkeiba.com。2021年5月4日閲覧。abcd ネットキバ、決闘情報、5大決闘表。アポロケンタッキー2017年6月3日閲覧。ありがとうございます。